おっしゃー、じゃあ今日もねガシャタイムから先やっていきますか。はい、あ、間違えた。はい、なんかねプラチナ鬼とか、あともう一体ぐらいレジェンド妖怪のやつあるんで、その辺を当てていきたいけど、なんかあー4回か、まあ4回か、出るかな4回で。で、今回回すのはどうしよっかな。あ、トミー、まあ、どれかよな。ブルジョアジードリームコーヒカリ、これ5個しかないからこれ回していくか。いやこれ5個しかねえぞ、これ出なかったらきついぞ。そろそろふっ、あー、これもう QR コードやから多分限られてんねん。何枚か分からへんけど、例えば10枚しかさ QR コード、これをゲットできる QR コードがなかった場合さ、10枚回して出へんかったらどうなんやろ。もうこのデータではゲットできないってこと、それなかなか厳しくない？おい、なんでやねん、さっきからずっとそこでお前ペッ、なんでもうさあ、じゃあ今日も読んでいきますか。コロンブスの伝記第4章、さあこれラストやな、第5章。コロンブスの伝記第5章、ついに大西洋を横断し目的の地にたどり着いたコロンブス。コロンブスは当時のヨーロッパの人たちが見たことない大陸、まさに新大陸を発見したのだった。その後コロンブスの切り開いた航路を使い、ヨーロッパの人々が次々と新大陸、かっこ現在のアメリカ大陸に入植することになる。コロンブスはヨーロッパの人々に新たな世界を見せたパイオニアなのだ。コロンブスの伝記完。あ、知らへんかった。あ、そうなんや、やっと最後まで読み終わった。コロンブスってすごい人だったんだな。そこの君、あれ今誰かから呼ばれたような。あー見えねえ、ちょうど顔が私がコロンブスです。あ、ネコロンブスと顔似てるやん。なんでコロンブスが、え、なんでってか、ネコロンブスがいいのにコロンブスまで出したんやろ。コロンブスってこの伝記に書いてあるコロンブスの妖怪だったの？もともとは人間だったのですが、あまりにも偉すぎて妖怪になったのです。私の伝記を熱心に読むとは関心な子供ですね。うん、ありがとう。私は峡谷につながる船着き場で次の新大陸を探す準備をしています。峡谷につながる船着き場、どうせ言い方つかなあかんやろな。そこに来てくれれば大いに歓迎いたしますよ。それでまた会いましょう。なるほど、はあ、びっくりした。峡谷につながる船着き場か、どこのことかな。ちょっと会いに行ってみるか、これじゃあ。あ、いた、ここや。よく来ましたね。私はこれから次なる新大陸を目指し再び旅に出るつもりです。しかし今の私には大切なものが足りていません。それは船員、仲間です。大きな可能性を感じるものについていきたいと思っています。あなたにきっとその素質がある。それを見極めさせて、くれませんか。はい、見つけた。でですね、しっかりと裏でね、あの禁断の果実をですね大量にね集めてきたんで、まあこれでゲットしていこうかなと。はい、まあ、結構集めたよ、ほら54個、なかなかっしょ。頑張って集めてきました。まあ妖怪ウォッチバスタードトレジャーはね、それなりにあのヌーパーツさえ出れば面白いんで、ヌーパーツ出へんかったらクソおもんないけど、ヌーパーツ出ればおもろいんで。はい、なんでね、まあ言うてね、もうなんやろ、そのイベントというかさ、クエストか、クエストも言うてそんなにもう多くないし、あはとかいらね。で、まあ他にもさ、なんて気まぐれゲートとかはあるけども、まだダルマットも行ってないしあんねんけど、もう言うて結構ね終わりに近いかなと。うん、なんでここら辺からはもう本格的に妖怪をひたすら集めていくフェーズに入ろうかなと思ってます。はい、シェイ、コロンブス倒した。コロンブスが近づいてきた。ついに発見したぞ、共に後悔したいと思える人間よ。はい、やっぱキムチいいね。こいつの名前コロンディブスにします。はい、オッケー、コロンブスをコロンディブスと呼ぶことにした。さあ第一点は、あーそこ、なるほど、なんか一体もう一体間にいんな。ダーウィンとコロンブスの間にもう一体いるってことは、多分絶対にまた偉人やろ。驚きました、あなた本当に強い人ですね。どんな困難にも立ち向かうことが新大陸発見の第一歩です。また今度戦いましょう。じゃあこれでコロンブスゲットできた。
大航海時代に活躍した偉人のレジェンド妖怪、柔軟な発想と巧みな航海術で新大陸発見の偉業を達成した。特技は卵を立てること。卵を立てること、なんでや。さあここにさ、ワンダーニャンがいたんよ、洞窟の中に。こいつだいぶ前に戦って忘れてたけど、ちょっと今禁断の怪物が大量にあるから、こういうやつらもちょっと仲間にしていこう。オッケー、ワンダーニャン。今作もあれな、今作もあれなんかな、どっかにあるんかな、ワンダーニャンのスポット。あの今作あれやな、そういや俺スポット全然やってないな。てかスポットがどこにあるかはいまいち分かってないし、スポットもちょいちょい探していきたいな。オッケー。さあなかなか仲間にならないトムニャンも行きますか。こいつめんどくさいねんな。禁断のカイツあげれねえしな、なんでこいつ禁断のカイツあげれへんねんと思うけど、こいつマジで仲間ならへん。まあ、ずっとやってたらいつか多分仲間になる。ならない。そういやさ、俺どれや、ドイツや。なんかさ、俺一個ゲットしたよな、だいぶ前に。破壊か。違う、ゾンビ肉じゃない。こっちか。世界一の割り下。隠し味としてあの魂、コンのエキス。牛肉のエキスがギュッと凝縮されたコン。違うな。こっちか。あ、黄金の大豆、そうそう、豪華黄金の大豆、はい。黄金の大豆を渡した。これ黄金の大豆だな、すごく怒ってるな、決めたな、ありがとう、おで、決めたおだすけ。豪快。オッケー、これで豪快仲間になりましたと。ずー、だいぶ前やな、ずっと前にさ、大豆ゲットしてたけど、忘れてたわ、そういや。くれの、ありがとう、豪快。ぜひぜひ、今の大豆は殺したけど、皆さん、大豆豪快に潰しちゃうわ、倒したぞ。化け物が。さあ、あの、だいぶ序盤にさ、出てきたこいつ、仲間にしてなかったわ。ミステリー。あら、また会いに来てくれたの、ありがとう。もっとあなたのことが知りたいの、私と一緒に遊びましょう。オッケー。ミステリー。こいつだいぶ前にさ出てきたの、多分一番実況の一番最初ぐらいに出てきたやつ、1日1回バトルのやつで、でも全然やってなかったっていう。こいつ深夜やねん、出会えるのが。何これ、ボンゴリアンアンコって何。はい、ミスタリー、ミスタリー、こいつはブルスパーにします。はい、いいね、妖怪が集まってきてるよ。でもまだまだいるよ、600体ぐらいいるからな、大事点全員集めんのに。バケモンよほんまに。まあ合成とかレベルアップとかもあるけども、それでもよ。遠いやさ、なんか日本の朝、あ、そう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 、なんか日本の家に行って朝にして、さらにケータの部屋から降りるとこの無能たちがやってくるらしいのね。いや、僕は FBY 特別捜査官マルダーの、そして隣にいるのは相棒のカクリーよ。あ、あなたは、いや久しぶりだね少年。なんで日本に、それに内が分かったの。私たちを誰だと思ってるの、無能。君の引っ越し先を調べることなんて簡単なことさ。僕たち YBF に、FBY にとってはね。そんなことはさておき、話したいことがあるんだ。近くの公園、三角公園といったかな、そこで待ってるから来てくれないか。それじゃあまた後でね。なんだろう、まあとにかく話を聞いてみてはどうですか。そうだね、三角公園でしたね、行ってみましょう。行くか、何しに来たの、あの無能どもは。あれ、なんかパンダが動いてる。あ、腰パンダや。腰パンダや。なんでこいつこんなとこにいね。めちゃくちゃ腰パンやん。腰パンっていうかもう履いてないやんそれお前。あー、そこの君、小学校高学年はパンダに乗れない決まりです。パンダに乗るよりパンダになるのをおすすめします。なにこれ、ニャーパスパンダマヨ。へえ、こんなものもらえんや。ちょっとじゃあどうでもいいわ、ちょっとマルダーと隔離行こう。いや待っていたよ、話って一体何ですか。実はあれから私たちにも見えるようになってしまったの。あー、妖怪が、そう、ミステリーを引き起こす不思議な存在。
妖怪の姿がね。ていうことは私たちも見えちゃってるでうぃす。ああ、はっきりとね。おそらくあの妖怪の町に行き事件に巻き込まれたせいだろう。なるほど、覚醒しちゃったんや。ここまではっきり見えるともう信じるしかないわ。でも他の捜査官にはさっぱり。おかげで私たちは YB じゃ FBY では、厄介者扱いよ。別にそれ見えたからとかじゃないんじゃない、普通に無能やからじゃん。彼らに妖怪の存在を語ったところで誰も相手しない。そこでぜひ今回の捜査を君に協力してほしいんだ。どうかな。 YBF の捜査なんだか気になりますし協力してあげましょうよ。何、あ、55か。 Y ファイル完結編、完結編っていうか別に進んでもなかったけどな。 YFBI の FBY のバルダーと隔離がなんと日本の天の木を訪れる。妖怪が無料になった2人とゴゴゴファミリーの秘密。秘密まだあんの、あいつの話。ありがとう、そう言ってくれると思ったよ。それで一体何を調べるんですか。ああ、それはね、僕たちを巻き込んだあの UFO 事件の首謀者ゴゴゴゴッドファザーの秘密だ。ゴゴゴゴッドファザーの秘密、確かに私たちも彼のことはよく知りませんね。そして調査の結果、ゴゴゴファミリーの幹部が今も存在していることが判明したんだ。僕たちが手に入れた情報は4つ。妄想のクリエイターは自分の世界へ帰った。邪神ティーチャーは夜の小学校で妖怪に勉強を教えている。伝説のドラマはとある屋敷で一流妖怪になっている。漆黒のロボットは元いた会社で働いている。もちろんすぐに調査を開始したいんだが、僕たちだけの力では彼らの潜む場所へたどり着くことはできなかった。そこでぜひ君たちの力を貸してもらいたいというわけだ。ちょっと気になりますし協力してあげましょうよ。あー、全ボスを倒さなかったってこと。またなるほど。うわ、しかもお前あれかよ。ここなんかよ。ってことは矢印出てこないってことだな。なるほど、1個夜の学校分かりやすいな。あ、いた。おったおった。あ、待て、なんか反応してる、反応してるっていうかもう妖怪しかおらんねんけど。ここにはまだ隠れてるやつがいるのか。ここや。誰や、見えねえ見えねえ。あ、キュン太郎、何してんやこいつ、こんなところで。キュン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 がキュン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 、僕よりも怪物なんかどっか行っちゃえ。キュンキュンがキュン、は、見られてた。キュンキュン太郎は返せない。キュン、こいつは関係ないんからやめるんじゃ。やめるんじゃの授業受けに来たわけじゃないんや。キュンキュン、ま、負けちゃった。え、さっきの歌なんだって。キュン、何の話かな。はい、これ持ってどっか行って。妖精の指はいらねえけどな。あー、なんかめっちゃみんな真面目に受けてるやん。こいつか、やめるんじゃ。久しぶりやな。こいつと何回戦わなあかんねん。いや、こいつめちゃくちゃ戦うやん。で、普通のストーリーで2回戦ったやろ。で、バスターズトレジャーのあれで戦ったやろ。またここでも戦わなあかんの。君がゴゴゴットファミリー幹部ジャシンのティーチャーだね。やめるんじゃ。あなたも授業受けに来たんですか。あ、いや、そういうわけじゃないんだがね、実は君聞きたいことがあってね。ゴゴファミリーについて詳しく教えてほしいんだ。いつまでして、それじゃ壊してますか。先生とモンモン君はボスから呼び出されたようからですよ。モンモン君って何。ボスはあまり自分のことを話さないので、この先生の考えすぎませんか。ボスの大人の心と子供の心が私たちだったのかもしれませんね。なるほどね。それじゃあ他のファミリーについては。そうですね、ゴロ君はやちゃだけどとても元気がていい子ですし、イチャレイド君はずっと不機嫌ですがよく周りを見てる心優しい子です。それらが悪い、え、マルモ君も口悪いですが人助けができるいい子です。なんだかそれじゃいい子ばかりみたいですね。当たり前じゃないですか。先生いい子じゃない子知りませんよ。そっか、それじゃゴゴゴとファザーにもいい子の部分があったのかもしれないね。先生嬉しいです、君には花丸をあげましょう。あ、ありがとうございます。あれ、あ、戦うわけじゃないんだ。戦うわけじゃないんだ。あ、え、電話音が聞こえる。持っている赤い箱の中が、え、何このイベント。電話に出ます、はい。赤い箱の中にあった電話に出た。絶対に開けるなって言ったのに。ではもう戻れない。望みを叶えるまでは戻れない。叶えましょう、叶えましょう。あなたの望みは何ですか。赤くなってどしどし、襲われてハラハラ、お尻が赤くなってどしどしは多分顔にやる。これ襲われてハラハラ気になる。何これ。あなたの願い叶えます。
箱の中から妖怪が飛び出してきた。あ、赤くなってどしどしは絶対鬼時間やと思うんだよな。強制的鬼時間みたいな。お尻がムズムズは分からへん。おとろし、これはどういうこと？これ なんでおとろしが出てきた？これどういうことや？これなんでなんや？あーびっくりした。これどういうことなの？それが私にもさっぱり。でも箱を開けるなって言われたのに、スイ君が開けてしまうから、これくらいのことは覚悟していないといけませんよ。うん、今度から気をつけるよ。多分ちょっと変わってんな。でですね、ちょっとわかんないんすけど、ここおらんのかな。一番最初にさ、妄想なんちゃが出てきた時ここやったよな。うわ、誰、なんやこいつ。誰もおらんし。ライブ終わったな。うんうん、早かったな。確かに。うんそこにニャー KB がいたんだね。いたね。いたよ。また来ような。約束な。うん、ライブ終わったな。うんこいつは余韻に浸りすぎやろ、さすがにどんだけ余韻に浸ってんねん。あー、これもしかしてここかな。幻をゲットして、で妄想世界に、幻の世界に行ってって感じなんかな。オッケー、幻ゲットしたんで、まあこいつ連れていきますか。じゃあ、はい、呼び出した。見えてるぞ、見えてるぞ。妄想の主が作り出したもう一つの世界がはっきり見えるぞよ。あ、やっぱそうや。そんなこと言うの？幻と妄想は親戚みたいなもんじゃ。任せておくがよい。妄想の世界に行けるんだったら、ほら、これで行くんか。はい、来たー、妄想の世界出た。あ、なめきち。あ、これで多分ここ行ったらいいんじゃね。あれ、こいつは、あ、おとげはそのままなんや。あ、この人もなんで？いらっしゃいなめー若干乗っ取られてる。で、こっちは、あー、いた、ちゃんといた。こいつこいつ、あら、あなたがゴゴゴファミリー幹部、妄想のクリエイターね。んー、あれ、んー、なんでここにいるの？そんなことはいいから、こちらの質問に答えてもらいたいの。質問ですって、生意気だな。でもいいのよ、ちょっと退屈したからね。じゃあゴゴゴファミリーについて何か教えてもらえるかしら。んー、それってボクシングのこと知りたいってこと？まあそれでもいいわ。ね、ボクシングはファミリーの中でも一番の趣味だよ。それね、いつもこき使われてたの。ゴロお兄さんったら自分の妄想世界作れてうるさいんだよ。もうボクシング怒っちゃうよ。頼まれて作るなんて全然楽しくないんだもん。人の頭の中こっそり覗いてバクッと食べちゃうのがいいのにね。そう、それは大変だったわね。それに何ですか、この奇妙な世界は。ある女の子の妄想の世界よ。とてもいいとこでしょ。ここならゴロお兄さんにこき使われることもないしね。そっか、スズ子のことか。でね、今度は君の妄想の、妄想を覗かせてほしいな。考えておくよ。それじゃあ僕たちはこれで失礼するよ。んー、また来てね。何の成果も得られてないんけど、何言ってるのかほとんどわからなかったわ。意味ないやん、これ来た意味。なんかめっちゃ馴染んでるやつおる、ここにこいつこんなサイズ小さかったっけ。君はゴゴファミリーの幹部、漆黒のロボットだね。確か昔の職場にいるという情報だったが、それじゃあワルボはゴゴファミリーに入る前ここで働いてたってこと？そうですか、何か。どうしてゴゴファミリーの一員になったんだい？よろしい、教えさせてあげようじゃないか。ワルボ、あの日は眠っていたんだ。よっぷり社の真っ暗な部屋でな、ずっとな。まあそこにファミリーが現れた。奴らは俺をゴゴゴッドタワーに連れ去って改造しやがったんだ。もしや壊れて捨てられた君をファミリーが持ち帰って直したんじゃん。なあ、それより見てみろよ、よっぷりの野郎ども。あのニコニコがクソイラつくぜ。ワルバはこの目に、この目つきのせいでポニーにも逃げられたとにな、ポニーにも逃げられたってのにな。
だから悪を決めた。プチ整形してニコニコ顔になる。整形でもジョーズさん、整形するには1000ドル必要って言いやがった。ワルボの日給は1ドルだから、ちょっと過酷すぎんか、労働環境が。1000日働けばいい。ワルボ計算は早いだろ、ロボットだからな。1000日が頑張ってね。ニコニコ顔になったらポニーのやつ乗せてくれっかな。ちょっとあれちゃん、ジョーズもなかなかあれやな、厳しいな。あいつ、そうだ、お前ら、ワルボ厳選のジョークを聞かせてやろう。この方ほっとくといつまでも喋り続けそうですよ。ワルボいっぱい話してくれてありがとう。なんだよお前ら、もう帰るのか。寂しくないぞ、ワルボは機械だからな。またな。こいつ労働環境過酷すぎんか、さすがに。ジョーズも闇深いぞ。なんかお、いたぜ、ここに。もう一人がラストかな、これで。あなたはゴゴファミリー幹部の伝説のドラマーね。はっ、伝説のドラマーってか、いいね、その響き気に入ったぜ姉ちゃん。あなたゴゴファミリーについて教えてほしいんだけど。いいぜ、何でも教えてやるじゃん。つってもオイラはドラムばっか叩いてあんま知らねえけどな。オイラがよく知ってんのはジャニーのことぐらいじゃん。ゴゴファミリーにジャニーなんて方いましたっけ。あ、ジャニーってのは親友のインじゃねえのってことな。親友、あなたたちはどうしてゴゴゴファミリーになったの。あ、どうしてってボスに拾われたからだぜ。一緒に夢を叶えねえかって口説かれてな。もちろん速攻でついてったぜ。オイラにはでっかい夢があったからな。オイラのクールなドラムを大勢のやつに聞かせるっていう夢がよ。でもジャニーには夢がないどころか夢なんか持ったことがなかったんだよな。だからボスの夢を聞いてるうちに、いつの間にかボスの夢があいつの夢になっちまったんだろうな。そっか、だからあいつはゴーゴーゴッドファザーをボスの夢を守ろうと必死だったんだ。ま、オイラはボスに感謝してるぜ。あいつに夢を見せてくれたんだからな。夢を見れねえ人生ってのはやっぱ悲しいもんじゃん。ゴーファミリーにも情に熱いとこがあったんですね。なるほど、全部揃ったな一応。幹部4人から話を聞いたわけだが、ゴゴファミリーがどんな組織だったかなんとなく分かってきましたね。うん、でも肝心のゴゴゴとファザーについてはあまり何も分からなかったよね。そうだな、ボスの近くにいたあいつなら何か知ってるかもしれないが。そうだ、確かにいいんじゃねえのはゴゴゴとファザーの過去を知ってた。ゴゴゴとファザーはあいつにだけ自分のことを話してたんだと思う。いいんじゃねえのの最後の場所へ行ってみてはどうでしょう。行きましょう。確かに何か彼のヒントが残されているかもしれないわ。ああそうだね、ゴーゴッドタワーの最上階ですね。行ってみましょう。ああじゃあ行きますか。この奥か、なんかあんのかな。ここに前来た時何もなかったよな。さあ最上階に着いた。ここにゴーゴッドファザーの秘密が隠されてないか探してみましょう。前来た時何もなかったけどな。見事に何も残されていませんね。他の幹部はボスの過去を知らない。知っていたのはあの側近のみだとすると、ここで語られていた可能性が高いと思うが、いや誰も知る者はいないか。いるとすればこの部屋そのものくらいね。部屋に刻まれた記憶でも呼び覚ませればいいかな。あ、それなら妖怪の力で何とかできるかも。ほう、場所に刻まれた記憶を思い出せる妖怪ですか。あー、思い出しん、 いました、妖怪思い出しん。思い出しんや思い出すっぽんが合成で進化する妖怪のようです。進化することでなんと場所の記憶まで思い出せることができるとか。うん、思い出しんならいけるかも。はい、ここに連れてこよう。まあてかそもそも思い出しん設置してるからな、もうスポットに。すでにこれいけるんじゃない。はい、行きますよ。思い出しんを呼ぶ。はいはいはい、なるほどね。よし、俺の友達出てこい思い出しん。さあ来ました。ほほう、わしに何か用じゃ。あなたが記憶を呼び起こしてくれるという妖怪ですね。何でも場所に刻まれた記憶でさえ思い出せることができるとか。ああ、たやすいことじゃ。場所や物、あらゆるものには記憶がある。ではこの部屋の記憶の中には、ゴーゴーとファザーが語ったその過去についても。ほう、うむ、確かに存在するようじゃ。この部屋は今でも覚えておるの。思い出させてやろう、この部屋に眠るかつての主の記憶を。変わったものだな私も。どうしましたボス。何、少し昔を思い出していた。私はな、数百年前、
一人の人間だったのだよ。そうだったですかい。人間だった頃の私はただ夢見続ける純粋な少年だった。私には普通の人間には見えないものが見えていてね、そういった幻の存在を見つけては夢いっぱいに語ったのさ。そいつは楽しそうですな。だが人々は私を不気味がり、誰も信じてはくれなかった。そんな私はいつしか悪魔の子と呼ばれ、捨てられたのだよ、本当のファミリーに、ね、行くあてもなくさまよった私はついに力尽き、自分自身が幻の存在妖怪になったというわけさ。バス、それでも妖怪の世界でなら私も受け入れられると思った。が妖怪でさえ UFO などいないと私を信じない。今では妖怪ワールドでさえ私ははみ出し者さ。ボスのことを信じないあいつらが間違ってるんじゃ。なに、悪いことばかりじゃなかったさ。今の私には新たなファミリーがいる、お前のようにな。なあ、いいんじゃねえの、幻の大陸の伝説を知ってるか。幻の大陸ですかい。ああ、人間界と妖怪ワールドの狭間に存在すると言われる幻の大陸。そこには黄金の秘宝が眠ってるという。お前はどう思う。わしはあると思いますぜ。ボスも信じとるんでしょう。ああ、だが多くの者たちは信じない。人間も妖怪も今の世界には夢がない。夢のない世界などつまらないのではないか。私は夢見がちな者たちを集め、築き上げたファミリーと共に、この妖怪ワールドを作り変え、幻大陸を見つけ出したいのだよ。ボスならきっと見つけられますよ。ボスに拾っていただいたこの命、最後までボスのために。ああ、期待してるぞ。ああ、これバスターソルジャーの話かで、ね、ヌー大陸ね。なるほどね。ヌー大陸の話になんね、じゃあこれ。あのゴッドファザーももともとはただの夢見がちな少年だったんだ。もし生まれる時代が違っていたら、ミステリーに夢見る者同士、友達だってなれたかもしれない。そうですね。そして幻の大陸、ヌー大陸か。君たちはもう知ってるんだろ。はい、私たちもそこへ連れて行ってくれないか。妖怪が見るようになったお二人ならヌー大陸にも行けるかもしれませんね。うん、そうだね、わかりました。ヌー大陸に案内します。頼んだぞ少年。うん、地下室から行くってことね。なるほど、了解。ちょっとすごい、君の家の地下にこんな場所が。ここがヌー大陸につながってるんです。ほう、これはまるで運命だね。それじゃあついてきてくださいね。さあ行きますか、ヌー大陸に。って言ってもほぼほぼ大陸はね、ほぼほぼ俺がもう探索しまくったんですけどね。そのまさかこれがゴーゴットファザード夢見たあのヌー大陸だというのか。俺たちここで またゴーゴットファザードと戦ったんだ。どういうこと。実はやっぱあの後の話だね、ちゃんと。そうだったのね。なるほど。この大陸に UFO が現れ、ピラミッドが導いたということは、ヌー大陸はかつてエイリアンたちが作り出したものかもしれないな。エイリアンが？あくまで僕の見解だがね。それにしても黄金の秘宝に取り憑かれてしまった妖怪か。誰も信じてくれる者がいない中、彼は一人、信じて夢を見続けていたんだ。なんだか少しかわいそうですね。だが手段はともかく、彼は自分の夢見た幻の大陸にたどり着いたんだな。僕たちもさまざまなミステリーを追ってきたが、こうして伝説の大陸に立てたのは彼の見た夢のおかげかもしれないな。彼は夢を見ない人間や妖怪に絶望したのかもしれないが、せめて我々は彼のように夢見がちな心を持ち続けようじゃないか。なあ少年。終わり、これで。ほんまにお前らそれで終わりでいいの、マルダと隔離は。ほんまにお前らこの3通して何もしてなかったぞ。